分間の休憩です。20分。うん、しほちゃん、始まりましたけど、授業3時間目、リミさん What is it for you? ね、この人超うまいから真似してた。うん、いいから、はい、勉強。あった、まだ終わってない。何が終わってないの？何が終わってないの？もっと違う、後で勉強終わってからやればいいでしょ。ダメ、今勉強の時間なの。学校だよ、本当の、本当だったら。途中で終われないんだったら休み時間にスイッチやるのでやめた方がいいよ。ん？え？休み時間の間にね、スイッチ触らない方が逆にいいかもよ。途中で終わらせるのが辛いなら。わかる、言ってること。知らんじゃないでしょ、知らんじゃ。上だ。え、次国語だよ。教科書？うん。3時間目。リカ、リカです。何するの、リカ？今から5年生のリカをやって。お、予習ですか？はい。でもここにね、先生がね、リカの教科書のまとめ方を多分載ってるから、多分予習をやってくださいってことなんだと思う。ね、またリミが来た。どうした、どうした、どうした、落ちる。じゃあ予習頑張って。気温ってわかる？携帯見ればいい。気温？感じ？気温。うん、違う。何度か今。今？わからんね。携帯見ればいい。うん。気温書くとこあるんだ。うん。13度。じゃあ頑張ってね。頑張る。それもう3年生の教科書？うん、新しいやつ。うん、どれだ、あれ、どこ、カエルのピョン。そう、どこだ、あった、新しい3年生のもう教科書のカエルのピョン読むのね。予習ですね。ね、ここだよね。うん、ないない。あった、あった、いい山じゃん。うん、カエルのぴょん、谷川俊太郎。カエルのぴょん、飛ぶのが大好き。はじめに母さんと飛び越えて、はじめに母さん飛び越えて、それから父さん飛び越える、ぴょん。あ、わかんない。カエルのぴょん、飛ぶのが大好き。次には授業。あ、名前書いてるとこ取れないの。ちょっとやって。よし、終わった。終わりましたね。おいよ、すごい教科書。やっていくの、キロー。
10分休みでやるの？うん、あともう少しで終わるから。はい、今ね、ただ今の時刻は見えるかな、11時20分でございます。ございます。よし、あ、お掃除してる、えらい。10分休憩でスイッチをやっております。意地でもやるそうです。だってこれ作りたいんだもん。そういう問題じゃないでしょ。始まった？あれ半だよね、うん、はい、4時間目国語？また国語。やばい、足しびれ、足しびれた？ママ、足もみもみだよ、授業というかもう勉強の時間ですよ。あとついてる。うん、どんな座り方してたの？しほちゃん登場。やっほー。あれ、もう4時間目始まりましたよ。うん、飲み物ですね。ランチを食べる。この場所きついから、やだ。うん、そっか、また感じにも。うん、多国語、うん、最悪なんだ、社会で。なんで？社会嫌なの？社会嫌い？社会嫌い。理論教科の中で一番嫌い。うーん。社会って何するの？社会は都道府県覚えたり、あともっと行けば世界。アメリカの都市は何々か、そういうの全部覚える。嫌だそれ。あと6年生ぐらいになるとなんか人物覚えるの、自分は歴史上の人物とかね、覚えることいっぱいだよね。社会嫌い、絶対覚えられないかし。知らんダメよ、それ食べて。西ん、西、西、うん、あー、あれかな、西。ちょっとちっちゃい音出ますね。頭が痛くなってきた。はい、終わりました。4時間目終わりです。ん、どうしたの、りみちゃん。頭痛くなってきた。あら、勉強のしすぎ。ちょっと勉強のしすぎで頭痛くなってきた。勉強拒否症だね、それは。もうずっとスイッチばっかりやってたから、スイッチやりたくさに勉強拒否で頭痛くなってきたんでしょ。ダメダメじゃん、もうりみちゃん。はい、次は何ですか？4時間目終わった後はご飯、給食、給食ですね。ご飯、1時間休憩です、お昼休み。しほちゃんも勉強バッチシですか？ほちゃん登場。お疲れ。ちゃんとやった？4時間目お伺いしなかったけど。ちゃんとやりました。やりました。じゃあいいです。ちょっとパパさんが今ね、あのお仕事。ご飯作ろう。作るぞ。うん、作った。うん、じゃあご飯の用意してますね。はい、というわけでお昼ご飯の時間です。はい、給食なんですけど、はい、学校じゃないんで、はい、普通にお昼ご飯で、そうですね、食べてください。はい、チャーハン。じゃあ手を合わせていただきます。ちょっと学校意識してみた。どうですか、お味は？めちゃめちゃ美味しいです。これあのコストコのプルコギをね、ずっと冷凍しておいたのがあるんだけど、うん、それとご飯と卵を混ぜてチャーハンです。これ美味しいよね。美味しいよね。何回かやってるんですけどね、こんな感じで。そうですね。あとちょっと野菜を少し、まあランチっぽく、はい、してみました。
はい、じゃあゆっくりね、はい、食べましょう。ごちそうさまでした、はい、あれあれじゃない、掃除は掃除しなきゃいけないんだね。掃除の時間だね、ご飯終わったら、うん、自分の部屋掃除してきます。カリャン、カリャン、かわいい、カリャン、かわいい、かわいい、白、白、白は白くて見えなかった今。あ、真っ暗になっちゃった、部屋が、部屋が、掃除ちゃんとしましたか、うん、はい、しました。お片付けしてきた、ちゃんと。りみちゃんしてきた、ほんとさっさとこうやって遊んでたんじゃないの、こうやってこっちなんか見てたんじゃないの。ママちょっとママもちょっと片付けしてて見に行かなかったけど、ちゃんと掃除した。はーい、やばい、やばい、うん、はい、じゃあ次はですね、5時間目はですね、はい、お互いその他ということで、あ、何しますか。しおちゃんもその他だったよね。私その他じゃないんです。あ、そうなの。あ、3教科から選んでいいよってなってて、図工、音楽、体育、うん、この3教科から選んでいいよってことになってるんで、はい、まあその他ですね。りみちゃん何しますか。りみ、何がある。お手伝い、家の前で縄跳び、読書タイム、生き物について調べる、ノートに。まあこれはた、何でもいいんですけど、こういうのもあるよっていうあくまでも例なので何でもいいんですよ。例えば食器洗いとかでも言って、お風呂掃除、洗濯物畳み、食事のように玄関掃除、ゴミ出し、掃除機がけ、窓拭き。すごいね、お手伝いばっかり。りみちゃんの方にはお手伝いばっかり書いてありました。やばい、どうしますか。折り紙、え、折り紙少しさ、縄跳びとか運動もしたら、あの家の目の前とかだったら大丈夫じゃん、誰も今いないから、うん、ささっとこう縄跳び2人でしてくるの。撮影してよ。家の前はちょっと撮影できないんですよ、家映っちゃうからね。っリミちゃん、ママもあそこから見てるけどさ。見てんの。見るわけないじゃん何やってんのどうする、何する、早く決めないと時間がコク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 と。私、運動してきます。はい、体育の時間というか縄跳び。はい、はい、じゃあ2人で縄跳び仲良くしてきます。靴下あげてみて。うん、はい、はい、帰ってきました。ただいま、はい、みんな。あ、しょうちゃんやっぱり着替えたんだよね、あの後ね。あ、そうそう、そう、やっぱりあのスカートじゃね、ちょっとね、運動しづらいのでね。はい、で、ちょっとね、ちょっとだけ家の周りスーッとね、歩いて散歩してきたみたいで、二人ともね。はい、そうです。でちゃんとマスクも一応してったからね。マスクしてったから、はい、と言っても5分ぐらい10分ぐらい10分は外いた。10分は外いたね、うん、まあ縄跳びもして少し、うん、少し運動できた。運動はできた。今日めっちゃ天気いいからね、ちょっと外の空気もちょっとぐらいはね、すっと聞こないとね、うん、そうですね、うん、めっちゃ汗かいてよ、うち、うん、リミは、リミ全然汗かかない。ほら、嘘、やば、リミはね、あんまり汗かかないよね。私めっちゃ汗かいてた、うん、はい、ということで、はい、これで一応ね、5時間目も終了いたしました。はい、じゃあ一回しおちゃんここ座ろっか。はい、ということで、はい、ということで、はい、はい、今日はね、学校の授業みたいな感じで、はい、一日、はい、頑張りましたね。はい、頑張りましたね。朝6時半に起きて、はい、1時間目からちゃんと5時間目までバッチリとはい、こなしましたね。どうでしたか、りみさん。疲れなんか疲れてる顔が、りみちゃんめっちゃ疲れてるよ。はい、でここでもうね、はい、学校から帰りの会とかやってなんか帰ってくるんだと思うんですけど、帰ってきます。そうだね、もう帰ってくるような感じの時間だね、うん、はい、私は6時からなので、うん、まだ学校で勉強、6時間分の勉強してるまあ6時間があるときは6時間もあるけど、一応これでは一応5時間が OK らしいので、うん、すごくないですかまあね、家庭で勉強だからね。そうですね。はい、じゃあね、はい、動画もね、
はい、一応今日は一応勉強のルーティーンみたいな感じだったので、はい、ここでね終わりにしたいと思います、はい、あとはもう放課後という感じなので、まあ、そうですね、もちろん外に遊びに行ったりはしないんですけども、家でのんびりとね各自好きにこ好きにこあ、急に生き返ったよ顔がねえ、急に顔がむくっと生き返ったよ。あ、隠れた。ちょっとお嬢さん、ほらちゃんとちゃんとして、まだ終わってないよ、まだ終わってないよ、ちゃんとやらないともうずっと終われないよ。ピシッとピシッと、はい、はい、じゃあこの後はね、皆さん好きなことをして、好きなことしていいから過ごしましょうね。あ、めっちゃ暗くなった。わざとだ、今もうにやけたくてしょうがない。はい、じゃあしおちゃんの話、はい、続きで。それではバイバーイ。バイバーイ。はい、ゲームができると思います、アリミ。はい、バイバーイ。バイバーイ。